二階俊博自民党幹事長室で大物詐欺師とがっちり握手。はい、これが二階俊博ですね。これがその大物詐欺師であるところの金井義行さんです。さて今回はね、スペシャル啓発企画ということで、このフライデーが報じたこの事件の真相というものをこれから解説していこうかと思います。それでまあその舞台になったのが、和歌山市の芦原地区っていう、まあ、童話地区なんですね。まあ、ここはどういうところかっていうのは、まあ、前回挙げた部落探訪動画をぜひご覧いただければいいかと思います。でそこでさらにちょっと詳しく説明していくと、まず自治会が、ね、いっぱいあるんです。芦原地区にあのいっぱい団地あったでしょ。あの団地一つ一つに自治会があって、さらにその上に連合自治会っていうのがあるんですね。でこの連合自治会の会長が金井義行という関係になります。で事件なんです。最初に10月2日にですね、この金井義行と妻の福井さつぎさん、この人が風営法違反で捕まったんですね。福井さんがスナックサクセスっていうね、そういうのを経営してて、そこが風営法の届け出をしてないっていうことで2人が逮捕されたわけです。で結果として福井さんは罰金50万円、ただ金井さんは、嫌疑不十分で不起訴になったんですね。つまりサクセスの経営に関与してたのは福井さんだけで、金井さんは関与してないっていう、まあ、そういう判断なんだと思います。ところがこの件はそのまま終わらずにですね、今度は10月23日に金井さんが、詐欺容疑で逮捕されます。何をやったかっていうと、その公共事業をね、まあ、この芦原地区でやるっていう業者から30万円受け取って、それを地元協力金っていうね、自治会に入れるっていう名目で受け取ったんだけども、実際は自分のものにしていたという、まあ、そういうところなんですね。ただまあ本人は受け取ったっていうことを今否定してるそうなんですけども、それでただですね、まあ、もうちょっとここでね、事件の裏側に入っていくんですけども、実際もうちょっと前にですね、85万円を業者から受け取って、それでまあ同じようなことをして横領で逮捕されてるそうなんですよ。ただその件については嫌疑不十分で不起訴になったということなんですね。まあ、つまり自治会にお金を入れてたんでしょうね、ちゃんと。だから嫌疑不十分ということなんでしょう。ただ今回については、詐欺で、まあ、なんとかして警察は立件しようとしてるそうなんですよ。はい、でこのね、金井義行っていう人がどういう人なのか、まあ、本名金正則、この人は在日コリアンの方です。で夫婦でね、名字違うっていうのは金井さんが外国人だからですね。外国人と日本人結婚すると別姓になりますから。それで、じゃあなんでね、業者がこの人にこんなお金を出したんだと。協力金って結構な額なんで、そんな進んで自治会にねお金を出すっていうことはなかなかないわけで、なんで業者がお金を出したかっていうと、やっぱね、一言で言うとこの人が怖いから。で、あともう一つの理由は、まあこれは地元の方の言ってたことをそのまま言うと、芦原は童話地区だからビビっとるんやと、まあそういうことなんです。で、まあ報道されてるのはね、まずこの金井さんが、金井さんじゃない、あの業者が芦原地区内で何か仕事をすると、市の仕事をすると、まあ、入札で、まあ、落札して市の仕事を受けようと、そういう時に和歌山市からね連絡が来て、いついつに、連合の会長に会ってくださいと、林保館でという、まあ、そういう連絡が来るわけですね。で業者は言われた通りに行くと。そしたら、じゃあ〇〇建設さんどうぞって言って、市役所の職員に言われて、その会長室に入るわけです。林保館、林保館になぜか会長室ってあって、会長がなんか会議室の一室を占拠してるんですね。でそこで、何が行われるかっていうと、市の職員、まあ、市の職員に対してこの金井さんがですね、まあ、前の工事とかそういうことにいろいろ難癖つけて、ああだこうだその職員を恫喝するようなことを言うわけです、役座区長で。それをまあまあ、業者はあっけに取られて見てるんですね。でそういうのを見せた後に、まあ職員が出ていくと。そしてそこで、金井さんが業者に対して、まあ、協力金をね
自治会でいくら寄付してほしいっていうようなことをまあ言うわけですね。でそうすると業者としてはですね、いや金払わないと自分たちひどい目に遭うんじゃないかっていうふうに思って、それでやっぱ払ってしまうんですよ。この金井さんっていう人 とかその辺のまあ周囲とかバックグラウンドを見てると、まあ、まず金井さん自身が怖い人だったっていうことなんです。その辺ね、いろいろ金井さんの周囲について取材をしてるんですけども、まずこの松栄っていう会社があるんですけども、これ実の兄さんです。でこの人は、元ヤクザです。まあ20年ぐらいまで山口軍の最高幹部の射程をやってたっていうことなんですね。それでじゃあ金井さん自身は別にヤクザっていうわけではないんだけども、まあ見た目がもういかにもっていう感じで、まあベンツを乗り回したりしてるんですよ。であとフライデーに書かれてたんですけども、パーティー券をなんか売ってたって話ありますね。このスナックサクセスでなんか〇〇ちゃんの誕生会みたいな、そういうパーティーがあるときにそのパーティー券をまあ買わされてたんですね、市の職員とか、あとまあいろんな人が、金井さんの周囲の人が。でそれでね、なんかある時ですね、ちょっと金井さんトラブルになった人がいたそうなんですね。なんか地元の人から聞いたところに、そこでじゃパーティー券買うのを断ったらどうなったかっていうと、そのもう金井さんがね、もうヤクザ区長で、その人を恫喝してね、殺すぞみたいな、いてまうぞみたいなことに恫喝して、それでそれがきっかけでなんか警察沙汰になったこともあるっていうことで、まあ、そういう人なんで、もうこの人は、まあ、ヤクザそのものではないんだけども、まあ、ヤクザとつながってるし、もうこの人自身がヤクザみたいな、まあ、そういう見られ方を地元でされてるわけです。はい、そしてこの松栄との関係についてもちょっとお話しすると、地元で言われてるのは、この業者が芦原地区内でね、何か仕事をするときはこの松栄という警備会社を下請けに入れないといけないような、なんかそういうような風に持っていかされてたっていうことなんですね。で実際にその業者がね、地元で何かする場合に松栄さんのところに、まあ、お願いですから下請けに入ってくださいっていう、まあそういう状況なんだったんですよ。まあ進んでやったのかやらされてたのか、そのあたりは、想像にお任せしますけども。でそれともう一つ事実として、松栄から毎月50万円が金井さんに支払われてた、これもまあ事実です、という事実があります。実はね、この松栄っていうの結構大物だそうで、松栄塾っていうね、政治結社を作ってたそうなんです。なんかそれは警察に潰されたらしいんですけども、そこからまあ本当かどうか、なんか100億円田中角栄に寄付してたっていう話があるんですよ。なんでそういうことがあるかっていうと、まあ30年40年前っていうのはもう暴対法もなかった時代なんで、もう政治家っていうのはもう公然とヤクザを使ってたんですね。でまあこの人は山口軍最高幹部射程なので、まあ力を持ってたんですね。それでその政治団体っていうのは、まあいわばですね、その本当のお金の出所を分からなくする、政治団体がそのいろんな企業なんかからねお金を受け取って、それで政治団体が政治家に寄付したっていう形にすれば本当のお金の出所が分からないですからね、まあ、そういう感じでこの兄さんがどんどん政治家に人脈を作って、それで金井さん自身もいろんな政治家に対して顔が広かった、だからあの二階さんにね会うという、まあ、ああいう写真が出てくるわけですということなんです、背景は。ただまあこの松栄さんにまあ聞いてみたんですけども、いやいや、うちはそんな下請けに入れろなんてねしてないし、和歌山市にも別に影響かけてないって言うんですけども、ただあの和歌山市の、ね、連絡書っていうのが芦原地区会館にあって、そこにはなんか松栄さんのなんかカレンダーが事務所にあのこうやって掲げてありました。まあそういうことです。うん、ただでもこの人ね相当大物で、やっぱりなんか近電とかね、あと話題の関西電力とかね、 JR とかね、そういう大阪なんかの企業からもどんどん仕事もらってるそうなんですよ。しかも和歌山市ってね、警備員の交通整理なんか相場1万2000円ぐらいなんですけども、それがまあ任日1万5000円とかちょっと高めに取ってるんで、だからまあ地元のね仕事を無理に受けなくても、うん、やっていける立場ではあるそうなんですね。うん、ただまあ関係としてはそういう事実があります。
はい、それではね、じゃあどうしてこんな和歌山市がね、まあ、ここまで芦原地区というものを特別扱いして、まあ、ビビるのかっていうことなんですけど、その一つにですね、やっぱ選挙の代表殿であるということがあると、もう多分もう何千世帯っていう単位なので、しかもまあ自治会強くて、結束力もあるので、やっぱものすごい評伝なんかでなので、もう政治家っていうのは気を使うわけです。でさらにですね、あの団地っていうのはやっぱ童話対策で作られてるんで、国のお金が入ってるわけです。少なくとも3分の2は、実際はまあもっと入ってると思うんですけども、でそういうのができた経緯っていうのが、もともとあそこは非核産業の町で100社ぐらいの入った非核組合があったそうなんですね。でそれが、毎月のようにですね、バスでもう何百人も連ねてですね、国会議員に陳情に行くっていうような活動をやって、それで、まあ、事業は実現するんですね。で地元の人は、土地を和歌山市に、まあ、売ってですね、それでその用地にああいう団地を建てると。で団地の家賃っていうのは、まあ、1800円とか2000円とか、そんな安いんですね、童話対策で作られた団地は。でまあその地元の人は土地を売ったお金でその家賃を払っていくっていう、まあそういう算段だったそうなんですけども、まあ今はね、やっぱ童話対策終わったんで、市営住宅の家賃っていうのは、まあ普通の市営住宅の基準と同じく所得に応じてたんで、まあ3万円とか4万円とか5万円とか、まあそういう金額になってるそうなんですね。ということで、やっぱそうすると和歌山市としてはですね、まずそうちょっと負い目みたいなものができると。どういうことかと、地元の人としてはね、和歌山市からその作ってもらったっていうよりは、自分たちの力で国から金を引っ張ってきたっていう、まあよくね童話地区ではありがちなんですけども、もう勝ち取ったもんだっていう意識なんですね。だからどうしてもその地元の人はこう、まあ、自分たちはそのね、自分たちの力で和歌山市に貢献したという、まあ、そういう意識になるわけですよ。でそれでつい最近まではですね、この例えば公営住宅の入居に関して、連合自治会が窓口になって、つまりこの金井さんが窓口になってるっていうのは実態があったんですね。まあこれもある意味利権ですよね。はい、でその自治会に対するこの協力金を求めるっていうことになったのはいつ頃からっていうところなんですけども、これはもう40年ぐらい前からやってたそうです。でこの金井さんね、報道では2012年から自治会長やってるっていう風になってますけども、実際はですね2005年からなんですよ。自治会長やってるのは2005年ぐらいです。でどうして2012年からって言われてるかっていうと、一旦自治会長交代してるんですね。2012年、まあ、ちょっと前ぐらいに一旦交代して、まあ、1年ぐらい別の自治会長だった時期があったんですけど、また金井さんに戻ってるんですね。なので実質的にはもう2005年ぐらいからずっと自治会長なんです。だからもう長い間もう地域のドンであり続けているわけですね。それでまあなんでそんなに協力金がいるのかっていうところなんですけども、まあ、地元の方に言わせると、なんか祭りがあったら結構立派な神輿を出すそうなんですね。そういうので年間500万円かかるとか、あと盆踊りなんかね、そういうイベントがあるともう地元の政治家なんか来てね、もう市役所の職員も勢ぞろいでね、まあ、すごいことになるそうなんですよ。でそういうところでまあ商品配ったりするんですけど、そういうのにも何2、300万とかかかるっていうことで、まあ、自治会の活動結構派手にやってるっていうことだそうなんですね。ただでもこういうことがあったっていうことはやっぱそれだけじゃないんです。やっぱりそのこの人個人の利権になってた部分もあったっていうことではないかと思います。そしてね、皆さんちょっと気になってると思いますけども、このね、うん、こういうのがあったりするんです。これ金井さんが、書いたというか、まあ代理の弁護士が書いたんでしょうね、この文書の形式からすると。うん、実はね、今芦原の自治会内でどうも権力争いっぽいものが起こってて、まあ、S さんと T さんという人がいるんですけど、この人はどうも会長の座を狙ってるそうなんですね。だからこれ何が書かれてるかっていうと、まあ、金井さんがいない間にその自治会が会議を開いて、その役員を総辞職して、でまあ多分この反金井のこの S さんとか T さんとか、まあ、そっちの側の人物を会長にしようという、まあ、そういう動きがあるようなんですね。だからまあ一つの説と言われてるのは、この反金井派の人が警察に協力して、それで金井さんを追い落とそうとしてるんじゃないかというふうにも言われてるんです。
あ、ちなみにこの S さんも T さんもね、元ヤクザです。だからこういう考えるとなんかね、なんかこの芦原の自治会っていうのはヤクザが運営してるのかっていうふうに思ってしまうんですね。まあ一応元ヤクザということなんですけどね。このウニャウニャ様っていうのは前の自治会長で、その人が、このまあその反家内派の人に、まあ、2時間ほど取り込まれて会長になるらしいなとか、もうずっと詰め寄られたっていうようなことが書いてあります。まあそういうこともあったそうなんですね。さてで、まあ、今回ね、の問題がじゃあどう展開していくかっていうのはですけども、まあ、フライデーにはもっと余罪が出てくるんじゃないかってあるんですけども、そこはね私が取材した感触でははっきりして分かんないです。結局町内会っていうのはブラックボックスなところがあって、まあ、今回のねスタディとか横領についても、実際に町内会の会計にお金を入れてたらもうどうしようもないわけです。それは詐欺でも横領でもないっていうことになるし、で今時ねヤクザだってね、自分ヤクザですとか極道ですとか山口組ですとか言って脅さないですよ。やっぱりそういうふうに匂わせて、バックグラウンドを匂わせて、でいや別に強制じゃないんだけどっていうふうにやってくるっていうのが、まあ今のヤクザのやり方なんですよね。でその今回の件ね、まあ、僕ははっきりしてエセ童話だと思うんですよ。あの完成エセ童話です。こうなんか下請けに入れさせたりだとか、あと、まあ、お金を要求したりって、もう典型的なエセ童話じゃないですか。でそれをもう和歌山市が、まあ、和歌山市はね知らないとか、いや実際に受け渡してどうか知らないとか言ってたけども、まあ実際は知ってたと思いますよ。それは知らないはずないでしょう。でまあ、今回の時に童話関係ないっていう人もいるけど、じゃあなんでね芦原とかこの童話地区ばっかしてこういうことが起こるのかっていうことなんですよね。で業者なんかの意識としてもやっぱりね、あの食いのせっていうもう一つ部落があるんですが、食いのせと芦原っていうの仕事はどうもあまりやりたくないっていうところがあって、やっぱりバックグラウンドに童話が怖いっていうのがあるんですよ。でまあ僕を差別者呼ばわりするような人もいると、まあ役所の人間なんかの方がよっぽど差別してますよ。ドアが怖いと思ってるからこうやってずっといつまでも続いてたわけですね。でそして問題なのは、そのドアが怖いっていうふうに思われてることをね、地元の人がじゃあそれを何とかしてそう思われないようにしようというんじゃなくて、結局そのドアが怖いというね、そういう偏見に甘んじてるところがあったっていうのが、やっぱ今回の事件の問題じゃないのかなと。それでまあこれから警察がねさらに余罪を立件するかどうか分かんないけど、僕は正直であんまり期待してないです。まあ、そういうことよりもっと大事なのはですね、まあ、こういう、まあ、童話問題というものが絡んだ地域の問題をですね、まあ、自分たちの力でねなんとかしていこうと。だから今回もなんか市長がね一言みたいに言ってるって、和歌山の市長とかね、あとまあ県知事もですね、トップダウンでもうこういうことはやめましょうと。芦原地区だけじゃなくて、ちょっと和歌山市の特有の事情なのかな、なんかその自治会長をその業者に引き渡すっていうことを他の自治会でもやってたそうなんですね。まあ、ただそれにしてもこの芦原地区ほど異常なことはなかったそうなんですけども、だからそういうことについて、もうやめるっていうふうにね、もう市長がトップダウンで言わないとこういうのは変わっていかないですから。あとね、リンポ館っていうのはね、もうやめた方がいいと思います。あんなもんはもう顔面の入れ墨ですから、顔面にどうあってね、入れ墨入れてるのと同じですからね、リンポ館が存在するっていうのは。だからもうリンポ館もね、あそこも、なんか地図だとなんかコンサートホールって出てくるんですね、Google マップだと。だからもう文字通りあそこコンサートホールでもしてしまってですね、もうちょっとこの芦原っていうのはどうあっていうふうに思われないようにですね、イメージアップを図っていったらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、今回の啓発動画でした。では皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。